数量表現の最後は数が多いあるいは少ない量が多い量が少ないというような表現をチェックしていきましょうまずは数が多い少ないはどのように表すのでしょうかまず数が多いという表現から見ていきましょう基本的な形はこの2つです。メニューをつけて後ろに名詞の複数形を置く。 例えばたくさんの学生と言いたければ many students ということですねえさらにはもう一つの表現としては a number of という表現もあります a number of students 同じく学生さんがたくさんいるよという数が多いということを表す表現になりますでは逆に数が少ないですよという表現はどういう表現で表すんでしょうか こちら a few と few「a がないだけなんですけれどもこれ意味が違うんですねまず最初は「a few s t ス d e n t s といった場合この場合は、まあ、学生さんの数は少ないんですけれども、まあ、少しはいるよとその少なさに対してやや肯定的な表現になるんですね。その一方でがない アがないんですアがつかないんですが「few students」といった場合にはほとんど学生がいないというですね否定的な表現になるとこの「少なさ」を表す表現に肯定的な言い方と否定的な言い方があるというのがちょっと注意点ですね。先ほどは数が多いか少ないかということを考えました。数が多いいい少ないとということは 数えられるからこそ多いとか少ないと言えるわけですよねでは数えられないものの多さ少なさを表すにはどうするんでしょうつまり量が多い量が少ないという表現について見ていきましょう数を数えることはできないですが量の多い少ないを表せるものそれを不、ま、可、あ、算名詞と言います不可、えー、算名詞で表せるものの代表が例えばマニーですねお金 お金って1,000円2,000円って数えられそうですけれどもこれはお札を数えたりあるいはコインを数えているわけであってお金というもの自体は数えられませんねですのでお金の数を表すことはできないのでお金を持っているとすればそれは持っているのが量が多いいい少ないという表表現でですすわけですねまずは量の多いという表現から見ていきましょう。量の多さを表す表す現は 2つマッチをつけるかもしくは a large amount of をつけるかです例えば「he has a large amount of money」といった場合に彼はたくさんの量のお金を持っていますよとつまり彼は金持ちだということになるわけですが先ほど数えられる名詞の数の多い少ないを考えた場合にはこの「マッチ」の代わりに「メニュー」を入れましたし そして a large amount of の代わりに a number of を入れましたね。もう二つセットで、えー、まあ合わせて四つですね。四つセットで頭に入れるといいでしょう。続いては量が多いんじゃなくて量が少ないということを表す表現はどうすればいいんでしょうか。えー、数を数が少ないという表現の場合には a few few という表現を使いましたが似てます。量が少ないという表現を言いたいときには アリトルまたはリトルを使います。はい、このアリトルリトルですが、アがついた場合は先ほどのフィュと同じくアフィュと同じく、えー、少しは量があるよと肯定的な少なさの表現になるんですね。アが消えますとリトルだけですとほとんどないと。 その量の量少なさを否定的に表現するわけですねですから例えば「He has a little money」といった場合には、まあ、彼はちょっとはお金を持ってるとなりますが「He has little money」と言ってしまうと彼はほとんどお金を持っていないんだよと、えー、量の少なさに対して非常にこう否定的なニュアンスが追加されるわけですね。こいつも、えー、先ほどの数の少なさを表す「a few few」とセットで覚えてしまうといいと思います。 はいいかがだったでしょうかえ数字に関する表現というのはですねもう日常生活だけでなくもう何かですねその発表とかあるいは論文を書いたりです,、ね、する中で何度も何度も出てくる表現だと思いますので非常に大切ですえ基本的な部分もたくさん含まれていたと思いますけれども忘れていたことも多かったのではないでしょうかえ数字に関する表現をですね身につけて皆さんの今後の発表 プロジェクト英語の中での発表をより豊かなものにしていってもらえればと思いますそれでは失礼します。<noise>